はいどうも、皆さんこんばんは、モッティです。さあ、今日もポケモンオーラシングルレートやっていきましょう。今日の目標は、全く読まないことですね。というか、もう今日は全く、もう目の前の行動に対してだけ安定行動というか、その、いい行動を取っていく実況でいきたいと思います。対戦お願いします。バンギは言いますね。バンギがいて、ヤドランが言いますね。で、ラスド一匹が、スイ君ですか？辛いですね。ラッキーですかね。はい。ラッキーなんですかね。このパーティーにバンギ投げる？いくらゲンガーがいるとはいえども。いや、いくらゲンガーがいるとはいえども、このパーティーにバンギ投げるの？いや、無理でしょ。いや、マジ？マジで？グライバンギアドラン。いや、無理っぽいな、俺。これ、勝てる気しないな。対戦お願いします。もう目の前の子、あ、やっぱキャプってない。キャプってない。やばい。久々にキャプってない。マリック、遊戯王の民だな。負けてたまるか。はい、ボルトロス。はい、挑発しに来ました。こんにちは、おじさん。どうも、おじさん、こんにちは。どうしようかな。これ、気合ボーラーだったらもう負けなんですよ。もうこのおじさんが気合ボーラーだった瞬間に負けなんですけど、これ。どうしたらいいですか、これ。メザッパ、メザッペ、メザッパの民ね。メザッパの民ね。メザッパの民か。メザッパの民か。もうきついんですけど。やっぱおっさんはね、受けループに強いからな、実際。普通におじさん出しとけば勝てるからね、単純に。もう気合ボーラーじゃないことを祈るしかないな。はい、メザッパー。素直ですよね。おじさん素直ですよね。で、いや、気合ボーラーだったとしたら、かわせばいいだけの話だから。で、ここは、もう目の前の敵に対してガンプーですね。まあ、多分ね、気合ボーラーだとしても10万10万の方が、期待値的には高いのかな。ああ、はい。いや、全然いいっすよ。全然いいっすよ。全然いいっすよ。なぜならこのバンギラス君、持ち物、ラムだから、初めて出たね。やっと出たね、バンギの。バンギの持ち物、初めてじゃない？全然ラム食わないでしょ。たくさんだ、これ。まずいっすね。急所とかないかな、ワンチャン。ワンチャンないっすか、急所とか。急所が見たい。バンギが急所を出したい。見たい。見たい。ボルトの急所が見たい。えい、おっさんの急所なんて見たくないんですよ。見たくないんですよ。おっさんの急所なんて気持ち悪い。バンギラス君はそういうところはしっかり駆除していく優しいポケモン。馬車。なんだっけ、ボルト？ボルト馬車。ボルト馬車。ガブ？いや、ガブだったらこっちガブの方が出てくるか。持ってきなんだっけ、クチーとバシャー、おっさん、スイ君だ。いや、でも、スイ君だったら、ここスイ君だな。飛びざ。あ、ってことは、クチートの線も出てきた。はい、クチートの線も出てきました。クチートの線と、あ、じゃあ、ゲンガーか、メガゲンか。メガゲンの可能性は全然、十二分にあるな。じゃあ、メガゲンの可能性を考えて、ここバンギ投げみたいな、そんなバカなことはしないですけど、まあ、ここ電磁波ですよね。馬車に対してですから。馬車引っ込めて、まあ、ゲンガーが出てこようが、何が出てこようが、とりあえず電磁波は刺さるから。オッケー、ゲンガー、オッケー。まあ、これがハマってしまえば、もう勝ったようなもんですね。ここでもあれだね。いや、でもま、目の前の敵に考えたら、目の前の敵考えたらメガ進化安定なんだよな。もう今日は読まないから、もう今日の目標は全く読まないことだからね。よし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 。で、多分、
ゲンガーがメガでしょ。いや、もう俺、気合ボーラーだったら知らないよ。知らないよ。もう、知りません。格闘、いや、でも格闘いるからな。いるから、まあ、まあ、なエナボとか打ってくるんじゃないの。ああ、いいよ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 。なんか初めてなんかこう、ゲンガーに対してハマったよ、これ。ハマったはいいもののなんですけどね。正直な話を言うとね。ホロゲンかな何かな、いいよ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 。いいよ、いいよ。押せ押せだよ。で、このタイミングで、追い打ちをすればいいんでしょ。その追い打ちのダメージがメガゲンガーを、死んだため対戦ありがとうございました。追い詰めるわけだ。うわぁ、なんか初めて綺麗にハマったバンギが、すごい綺麗にやったぜ。嬉しいですね。なかなかバンギラスくんなんかいいところなかったですからね。ちゃんとした本質の働きをしましたね。いいね。あれ、いつの話でしたっけ。あれ、でも春頃の話ですよね、言うてね。対戦お願いします。ハマってたんですよ、そんなに。もう全然冬のゲンガー見て自信余裕でしたみたいな。勝てないです。負けました。対戦ありがとうございました。負けました。ピクシーは無理です。ピクシーは無理です。勝てないです。グライバンギー。あ、もうこれもグライバンギアドなんですね。はい。もうこれもグライ、もう完全にグライバンギアドだ。グライを出す。いや、グライは出さなきゃいけないですよ。ピクシーいるから。で、ゲンガーいるからバンギー出さなきゃいけないでしょ。で、ガブガルいるからヤドランちゃん。マンム知らない。流れでヤドランが倒してくれるよ、きっと。きっと。だったらじゃあバンギーから入った方が良かったかな。いや、まあでも、いいか。まあいいか。ピクシーだもんね。ピクシーは、ピクシーなぁ。ピクシーなぁ。ピクシーね。ピクシー、最近使ってないけど、どうなんですか？今の主流のピクシーって何なんだろう？もうか、でも変わんないよね、方もね。チーピクだよね。小さくなって、瞑想やらないやら積みまくって、悪鬼の実とか食って、バンバンバンバーンでしょ。アシパで。あ、そうか。アシパワンウェポンの、いや、アシパワンウェポンのピクいないだろ、今。言うてムーフォだよな。悪で止まっちゃうしね。だよね。めっちゃあくび出たな。でもほんと環境変わんないもんな。もう新しいポケモンに出会いに行きたいよね。なんか最近あれなんでしょう。アニポケかなんか見てると、色違いのゼルネアスとか、イベルタルとかゲットできるんでしょ。ね。いや、子供たちはすごい、やったぜって感じかもしんないけど、正直この年になるとね、色違いだからなんだよって感じ。じゃん。なんか悲しくなったよね。対戦お願いしまーす、ね。だったらもう 6V の、もうレイドスイーク配ってくれやって感じだよね。色違いじゃなくていいから。もうフーパーとかガンガン、もう意味わかんねえ技覚えたフーパーとか出してくれやみたいな。はいー。なるほどね。守っとく？まあ、マンムーだから守っとくべ。身代わりとかもないマンムーでしょ。とりあえず様子見。まあ、ステロとかでしょ。ステロとか。ツララバリー。スカーフか？初手ツララは、グライに対するマンムーの初手行動。あ、でもまあまあまあ、とりあえずツララなんだろうなって気はするけどね。はい。まあ、ツララでしょうね。まあ、このメンツでスカーフは全然ありえますよね。スカーフ持ってそうなことも全然いないし、まあ、言うてメガゲン、ボルトいるから、まあ、S に関してはそんなに苦しゅうないなっていう感じはするけどね。さあ、何出てきますかね。ボルトが出てくるのか、ゲンガーか、はい。まあ、後続にしっかり電磁波は刺さりそうですね。まあ、目の前のポケモンに対して打つんだったら熱湯ですけど、熱湯でよかったかもな。いや、熱湯が一番安定か。あー、熱湯いいな。もうこういうのだね。良くないのね。いや、もう流れ的にこんなん絶対後ろゲンガーでしょっていう。ね。ボルトか。
そうか。熱湯でいいんだもんな。だこういうのよろしくないよね。結局ね。よろしくないな。ダメですね。はい。で、ここが卓ですね。ぐらい見てるんで、全然ここメザ氷打ってるタイミングでもあるし、まあ万気でしょう。気合ボールはまず飛んでこないし。まあ、挑発なのか、電磁波なのか。いや、電磁波はまあ、あんまり打つ場面でもないだろうし。熱湯だね。やっぱ読んじゃいけないね、受けループってね。やっぱあんまり、合ってないのかもしんないかな。まあ、2ヶ月とりあえず受けループ使います宣言したからね。しっかりやりきるはやりきるけど。やっぱ性格ってあるね。いや、スプラトゥーンとかもさ、やっぱこう自分に合った性格の武器を、あ、違う、自分の性格に合った武器を使うのが一番いいじゃないですか。もう強い武器使うじゃなくて。強、その、自分に合った武器が一番、あー、交換読み交換マンムマンム、めんどくせえな、これ。やばい、どうしよう。もう読みに読みが発生してますよ、これ。どうしますかね。これなんか番機いらなそうですよね、空気的に。まあ、自信でしょう。おそらく。まあ、自信だったとしても宿らんで受かるかな。なんかちょっと怖いですね。鉢巻きとかだったら、ちょっとやばそう。いやでも鉢巻き、つららでこれだから、いや、ここ悩んでるってことはもう絶対スカーフでしょう。悩まないでしょ。いや、悩まないよ。あ、こだわってなかったらここ自信即だもんね。うん。悩まない。ってことは悩んでるってことはスカーフ。だから、ぐらい投げるのが正解だった？もしかして。いやー、これも違うか。いや、でも、そんな、ヤドラン。いや、地割れ見てヤドラン突っ張れる、受けループはいないよ。絶対。いや、それはいないよ。っていうか、地割れ。あー、ずらずら、ねえ、うわー、うわー、あうあう、あう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 。あう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 。はぁ。どうすんのこれ。めっちゃここ身代わりは、いや、身代わり意味ない。いい。まあ、番組でいい。番組でいい。わかんねえ。わかんねえ。どうしよう。いや、向こうサイド的には多分ね、メガヤドラン突破したいんだよ。とにかく。とにかくそこが突破したいからの、多分あれ地割れなんですよ。だから、で、多分こだわって、こだわってんのかな。ここでもボルト出てくるのはでもまあありか、全然ありか。すごい読まれてそうで怖いですね。ここ気合ボール、まあ受けループは逆にね、行動読みやすいっていうのが良さですからね。さあバンギーに対してまたマンムーが出てくる。なんか何とも言い難いですね。地割れが何回も打てますよみたいな、なんかそういう空気に漂ってきちゃったんですけど。どうしますこれ。どうします、もう一回ヤドラ投げますで、それで、地割れ、いやー、なんかでも変に、つららとかよ、いやー、地震とかだろうな、地震か地割れかだろうな、氷技はないだろう、普通に考えて。常識的に考えてここ氷技はないはずだけど、でもぐらい、いやー、きついよね。いやー、もうでも投げるしかないな。いや、もうかわすしかないでしょ、地割れ。地震、さっき地震でいいじゃん、地震でいいじゃん。戦況変わってないよ、何も特に。変わってないっすよ。怠ける。怠けよう。
うおし。うおし。よし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 。なんか、やっとアド取ったわ。やっとアド取った。アド取るまで長っ。まあまあまあ、ここは、あれでしょ。ボルト交換も含めてネットでいいんじゃないかな。さすがに。まあ、なんだったら、火傷入れちゃって欲しいな。欲しいな。火傷入れちゃって欲しいな。今日ネットを多分4回ぐらい打ってるけど、1回もボってないんだよね。ボってないんだよね、1回もね。絶対ここマンムー出てくるから、これ。絶対ここマンムーでしょ。出てこないのね、ね。マジで。マンム出てこないのここ。10万なの。マジか。読めないな。かわせ。はあ、これだからね、気合ボーラーは僕は好きじゃない、好きになれないんですよ。ええ、もう知りません、知りません。7割2回なんて当たりません、当たりません。7割2回なんて追い打ち？追い打ちなんて打ちませんよ。ええ、なぜならラス1はピクシーだ。もう読み切っている。ゆえに、バンギの眼風がいい広く見えるわけだ。一回入れてしまえばボルトロスだって怖くはない。いや、ここが、いや、気合、いや、もう読んでもダメだよ。この人めっちゃ読むもん。めっちゃ読むもん。めっちゃ読むからかわすんだよ。ガンプーもかわすんだよ。なんで？なんで？こんなん運負けツイートですよ。こんなの。完全に運負けツイートでしょうよ。ひどくないそれ。ひどいよね。割とひどいレベルだと思うんだけど。あ、無理。メザ氷持ってたらもう無理だからね、どっちにしてもね。いやー、ひどいなー。眼風が外れるとかなかなか見れないよ。95% だからね、言うてね。ガンプーは当たるもんだと思って撃つからな。なんか昔ガブでね、剣舞ガブとかでガンプー使ってる時とかは外れるもんだと思って撃ってたけど、受けループで外れるもんだと思って撃つわけなんかないからね。悲しいね。悲しいね。負け？時間使ってんの？いいよ。メサコーリ撃ったら終わりじゃんだって。悩む必要ないじゃん。でもこれピクシー、ああ、何？聞く？マンム？いいですよ。もう当たるか当たらないかの勝負だからここは。はい。当たるか当たらないかの勝負なんだよ。これでもさ、どうしようか。こうつららしかないもんね、相手からしたらね。ここさ、もうギロチン打つ。いや、ここギロチン打つまであるよ、もう。もう交換読み交換まで含めてギロチン打つまであるよ。全然あるよ。つらら、つららつららなんだ。なんかもう無理かな。いや、だからネットで火傷引けば、ちょっとどうにかなるじゃん。ちょっとどうにかなるから、そのちょっとどうにかなるでどうにかしたいんですけど。ちょっとどうにかなる。なんない？でも、受けループはね、一匹死んだら爆だからね。実際。つらら、はい。2回。3回。4回。5回。
4回でもだいぶ運いいですけどね。はい、熱湯、はい。はい、熱湯。はい、熱湯。時間使われても負けっていう感じではもうないですけどね。ラス1がピクシーなのかなんかっていうところが。ラス1が知りたいですね。ラス1これゲンガーだったらもう負けなんで。ゲンガー負けでしょ？で、ガルも対面次第では負け。ガブだったらまだワンチャンスあるけども、どうだかねっていう。あー、負けですね。負けでしょう。これは負けでしょう。ゲンガーピンポでここ電磁波打てなかったら負けですね。ボッ！ぬるっ！ぬるすぎるね。ぬるすぎるね。いや、ネット打って、やけど狙いに行った方が良かった。いやー、無理だね。いや、ここシャドボでいいもんな。いや、まあ、結局あのガンプー外しが来ましたね。120% はそこが排斥ですね。魔物、魔物、魔物、ホロゲン？魔物ホロゲン？ホロ魔物？ホロ魔物？電磁波打つ必要ないかもしれないな、ここ。ネットの方が良かったかもしれない。まあ、どっちにしろ守るが当たるか、あ、守るがハマるかハマらないかだから、いいんじゃないですか。どっちにしろ焼けといたら焼けないしね。もう、もう焼けどは焼けないもんだから。はい、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 ま、はい、まひる。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 はい、守る。はい。あー。急所、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 急所キュース徹底的ミスズレマンだな。シャドウもないのか、ヘドバクなのかな、スイッチ。はい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 。で？で、ここは？まあ、弦が引くでしょう。っていうか、結局、マンムーがスカーフなのか。いや、ここ、ボルトに引かれて、もう負けだよね。どっちにしろ負けだよね。ツララかわす。いや、ツララは変わらない。ツララかわせない。いや、ていうか、ツララ以外打たない、このスカーフマンムーは。うん。いや、負けだね。済みましたね。いやー、もうなんか、どっちにしろだな。結局は、ガンプー。ほんと結局ガンプーなんだよな。早く、もう負け。いいよ。もう降参するから次のターン。もう降参するから、考えなくていいよ。守る決まるんだよな。決まるんだよな。これはもう参ったな。どうしようもねえ、俺の運じゃ。どうしようもない。しょうもなかったですね。はい。もう完全にもう運の良さで負けましたね。おお、おーおーおーおい、押し間違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 い。はい、対戦ありがとうございました。あとちょっとポンとポンとポン。マジで。ああ。耐える耐える耐える。にまだあるまだあるよ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 おーからのーからのーからのーハサミギロチンがはっつぶてはきついよでもツラーバリより火力ないからここ守ってくれたおかげでワンチャンス耐えるんじゃないのかなえからのーからのーハサミギロチンがさっ